どうも、大島ちゃんでーす。今日もまた元気にやってきました。ちょっと今日は、暑いですね、暑い。もう、車のちょっと温度見ても、室外温度がもう37度。まあ、おそらくまあ35度以上もあるような感じですね。まあ、これだけ暑いと、本当に熱中症にかかってしまいますよね。まあ今日はちょっと仕事ないんでいいんですけど、この暑さで外仕事はやってる方は大変ですよね。ということで今日ちょっと、暑いので、ちょっとアイスクリーム、かき氷みたいなそういった冷たいものを今から買ってこようと思います。それでは行ってきまーす。はーい、この暑い中お買い物行ってきました。今日はちょっと暑いのでアイスを買いました。まず買ったのはこれ、かき氷ですね。サクレレモン、まあ、これを、2個。これが値段がサクレレモン、98円ですね。はい。そして次のアイスが、これですね。はい。クロールカップ先端チョココーヒー。まあ、これ上がソフトクリームで下が、ちょっと、氷ですね。これの値段が、98円。一緒ですね。98円。そしてもう一つアイスは、これですね。キューズ、メロン、赤に。これも多分値段が、キューズ、メロン。あ、これな、安いですね。78円。ちょっと値段安いですね。そして次に買ったアイスが、これですね。バンポソーダ。これ上がソフトクリームで、下がかき氷ですね。これは多分値段が、おそらく98円じゃないかな。98円ですね。はい。そして次買ったのが、パンを買いました。これですね。まず、フジパンの揚げパンホイップサンド。フジパン。これが値段が、78円。はい。そしてもう一つ買ったのはこれですね。山崎のいちごジャム&マーガリン。これが確かちょっと安いんですよね。山崎のいちご、サンドロールいちご。あ、これも78円ですね。はい。そして次に買ったのが、定番の、ツナマヨおにぎり。はい。いやーこれ、ちょっと暑いからアイス溶けちゃうね。はい。そして次が、お菓子。ラスク。これラスクですね。これもまあ、値段が、78円。あ、ほんでさっきのおにぎりは、88円ですね。はい。そして次に買ったのが、この、元気の、ご飯のパックですね。電子レンジで温める。これ。まあちょっと味はわかんないんですけど、これ、販売元元気。元気。ちょっとね、味はどうかわかんないんですけど、これの値段が、198円。安いなぁ。198円。これ大丈夫なんかなこれ。まあちょっとわかんないですけど、味は。はい。そして次買ったのが、これですね。お尻拭きソフトタッチ。いつも買ってるやつですね。はい。まあこれも、安いですね。これもソフトタッチも、もう元気の販売で、198円。まあ安いですね。そして、最後はこれですね。麦茶。うん、これも、麦茶も安いですね、確か。麦茶は、68円。安いなぁ。安い安い。安いよー。はい。ということで、今日買ったのは、これだけですね。はい、ちょっとアイス、これ直射日光でアイス溶けちゃうな。早く帰って冷蔵庫入れないといけない。
ということで、来週、今週、明日はどこ行こうかな。まあまあ、明日はコンビニでも行こうかな。はい。じゃあ今日の動画、これで終わりです。ご視聴ありがとうございます。それじゃねー。バイバイ。暑い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 暑